はい、こんにちは、ピカですけどね、緊急で動画を回しています。また車壊れました。やばいね、これなんかね、クラッチが滑るんだけど、ちょっとね、症状取ったんでご覧ください。こんな感じですね。またこれ修理か、これ。はい、ちょっとね、 C6 さんおかしいね。久しぶりに乗ったらなんか C6 さん見てもらいたいんだけど、めっちゃクラッチが滑るんだよね。何回かやれば学習するのかな。ちょっと学習がおかしくなったのかな。ちょっとまずいな、これ。ちょっと一旦路肩止めようか。明らかにね、ちょっとクラッチがおかしくて、今ちょっと路肩止めましたね。何がおかしいか、ちょっとやってみる。スタートするときにさ、明らかに、これオートマなのにさ、明らかにクラッチが、こんな滑っちゃうんだよ。おかしいな、これ。ちょっと待って。ちょっとバックス。あ、バックもおかしい。あ、バックもおかしいわ。前進でしょ？明らかに滑ってる。ちょっとクラッチのモード変えてみようかな。スポーツモードにしたら大丈夫か。あのクラッチのちょっとプログラムを変えてみよう。でクリープもしないんだよね。なんか普通クリープするじゃん。クリープもしないぐらいな感じになっちゃってるな。スポーツモードにしてもこっちの方がまあちょっと出るか。一応走れなくはない。あ、こっちの方がまあ出るな。スポーツモードだと、スポーツプラスにしたらどうなる。これだったら普通に走れるのかな。いや、にしてもおかしいよな、コンフォート。あ、これだと、おかしい。いや、おかしいだろこれ。いや、おかしいな、ちょっとな。どうしよう。今ね、なんかちょっと調べても出てこないね。でエラーとかもないんだよね。だからちょっとどうしようか。一旦ちょっと車変えた方がいいかもしれないな。ちょっとこの辺をね、帰りながらもう一回確認していこう。走り出すと普通か。おお、おかしい。やっぱりおかしい。コンフォートモードが一番おかしいな。これだともう発進しないもんね。するか。ちょっと走ればいいのかな。走り出せば、走り出せば普通っちゃ普通。でもなんかギアが、いやー滑る線、いやさすがに滑りすぎだろこれ。こんなもんなんだっけ。ベンツに乗ってなくて分かんないんだけど、ポルシェばっかり乗ってたらこのなんかコンフォートな感じに。ああ、まあ熱が入ってきたら普通なのかな。熱が入ってきてくれば、まあ、普通なのかな。ちょっと一回止めよう。ここに一回。
回スタート&ゴーやってみよう。エンストした。エンストすんのこれ。エンストしたね。エンストした。オートストップじゃなくエンストした普通に。さすがにパーキングに入ってたら前に進まない。これいいじゃん、ドライブじゃん。でパーキング切って、これおかしいよね。明らかにこのスタート、バックしてみる。まあ普通っちゃ普通。はい、ということでちょっとね、今様子を見てリセットしてね、でエンジンかけてちょっと出発しました。これでどうなるかですね。でちょっとネット調べたんだけど、なんかね、2速にシフトアップの時、3速にシフトアップの時ちょっと滑りますっていうような、どうだ、まあちょっと普通になったかな。そんなね、なんかネットの情報はありましたね。これでちょっと家に帰るかどうかと判断しないといけない。こういうとこね。あ、これでもやっぱ2000回転まで、おお。やっぱおかしいな、今ガクンってなるからね。なんかクラッチがつながった瞬間、なんか制御がおかしい、ガクンってなる。どうしよう、こんな症状はちょっと書いてなかったから、なんだろうね、なんかわかんない。これえ、これだってでもスタートしなくなったらクラッチつながらなくなるとかあるのかな。前にこう、今でも出るから大丈夫か。怖えな、これ怖え。青になった。これだよね。え、これおかしくない？2速に入ってカクンってなる。ちょっと待って、ちょっと一回、ちょっと待って、ちょっと周辺をちょっとこう走って、大丈夫かこれ。大丈夫かこれ、ベンツ大丈夫かこれ。坂道発進とかできなくねえかこれ、ひょっとして。そーっと行くしかないんだ。そーっと行ってもなるな、カクンって。やばいなこれ、ちょっとやめるか、学習するかな。学習しねえかもしんねえなこれ。ちょっと一回事務所帰ろうか。これちょっと今事務所に置いてったって、誰か乗ったのかな。コンフォートモード、ちょっと一回あれだな、コンフォートモードじゃないモードを試すか。スポーツモードでもう一回、スポーツモードでですか、一回な。走り出したら別にまあ普通かなって感じ。普通、まあちょっと滑りくけれど、スタートだよね問題は。こういう、あ、なんかスポーツモードだと普通やな、意外と。スポーツモードならいけるか。ちょっとこのまま出かけたいんだよね俺、ちょっと出かけたい、ちょっと出かけなきゃいけなくて時間がないんだよね。タクシーで行くかこれ。はい、どうしよっかっていうのはちょっと迷いますね。はい、ここに今ヘッドアップディスプレイの情報が映るね、映ってるから、これここに出てんじゃん。わかる、これで回転数を、あ、普通やな。これいけるか、ワンチャンいけるか、スポーツモードなら。
スポーツモードでも連続するとダメ。あ、やっぱ滑るな。出だし滑る。幸い信号で止まった。スポーツモードなら比較的大丈夫。コンフォートモードがやばい。自動運転ついてるからな。自動運転ついてる車これしかねえんだよな。これで行きたいんだけど、これは行っちゃダメなのかどうかの判断ができない。エンジン止まったのなんでかと思ったらオートストップだ。オートストップ、いやまあだからなんかね、今調べたらちょっとなんか画像が出てきてて、なんかまあ止まることはないみたいなことが書いてあったから、けどなんか本当に調子悪いんだみたいな、同じ症状だねそれ。それとそいつなんかディーラーで何回点検しても原因が分かんなかったって書いてあったんだけど、ドイツのやつで。もうちょっと調べればなんかこれはなんかあるな、これ多分こう結構あるんだな、この症状は、うん、このタイプのベンツに、うん、なんでちょっと一回ちょっと調べるか、もう今日はちょっとしょうがないな。はい、まあ、ちょっとこれ置いてきますわ。まあちょっと事務所に置いて別の車で、今日もしょうがないんで行くことにします。なんでちょっとね、じゃあベンツのねフル加速とかやってたからいけないの。やっぱおかしい、ダメだこれ。そーっとやっても、そーっとやるといいんだけど、そーっとやんなきゃダメだ。そんなベンツあるか、そんなベンツあるかっていうね。はい、ちょっとね家に帰ってきました。いろいろねネット検索してたら結構な数ねなんかあるね、トランスミッションのスリップ。それで見つけたのがこれだな、 W205。 これ同じ症状出てる。滑ってるね、滑って、あー同じような症状。はい、これがねなんかアフターリプレイストランスミッションバルブボディっていうことで、トランスミッションバルブボディっていうのを変えたら治ったよみたいなことを言ってるんで、これだな、これこれかどうかちょっと分かんないけど、多分これ、これだ。トランスミッションだ、これだ、 C63 の C63 トランスミッションバルブボディ、翻訳してみるか、ポチ、トランスミッション、めちゃめちゃ細かいんだけど、トランスミッションバルブボディ2500ドルだって書いて、2500ドル、2500ドルって35万ぐらい、35万ぐらいか。みんなめっちゃ怒ってんだけど、なんかトランスミッション本体だと200万ぐらいだね、トランスミッション。笑い事じゃない。これ200万なの？直すの200万なの？トランスミッション変えると200万なの？これどうだったっけ？保証多分なんかいろいろ入ってると思うよ。メルセデスケアバリバリ全部入ってるから多分大丈夫でしょう。多分保証で治るっしょこれ。っていうかこれもうおかしいだろこんなの。だってみんなこんなのだって保証だろこれ。保証じゃねえよこれ。なんかこれわかんないけど、いやわかんない、まあちょっとわかんない。ちょっとね調べた結果をまとめると、これね結構みんな怒ってるね。みんな怒ってるっていうか、あの事象がね発生しておりますね。 W205C63S とかでも怒ってるし、なんでみんななんかトランスミッションがスリップするっていうことは起こっていて、さらにちょっと調べたらメンテナンスすれば治るみたいな、オーバーホールで治るみたいな。そこになんかねゴミが詰まるらしいんだよね、バルブボディにゴミが詰まって、その制御みたい。なんだよこれ。どうなってんだよこれ、ベンツおいみたいなね感じ。わかんない、いやまだ俺のやつがこれと同じ症状なのかはわからないけれど、まあ同じでしょう、同じことがみんなやってるんだからっていうのがね、ネットでもう統計的にね分かってしまうっていうのがすごい時代になってますよね。まあ別にねこんなこと調べなくてもディーラーに持ってけばいいんですけどね、持ってけばいいんですけど、まあなんかこう知的好奇心がねうずいちゃうんですよ。何がどうなるとそうなるのかなっていう、これをなんか経験値としてインプットしておきたいなとかね、そういうこともあって、なんでまあトランスミッションバルブボディに問題が
があるということが分かって、これねプログラムの書き換えじゃ治らないらしいっていうことも分かんない、同じ現象か分かんないけど治らない可能性が高いから、アップデートでは治らない可能性があるみたいなことが書いてあったな。なんでまあちょっと情報が古いんでね、まあ、早速ねちょっとディーラーに持って行って、またねちょっと後日ディーラーに持って行って後日ねまたご報告したいと思います。ということで最大200万かかるけど保証がどうだったか分かんないんだよね、覚えてないね、1台1台ね200万かかるのかどうかだったらなんか別の車買うよなみたいな。はい、ということでまたねこれになってくんで、またチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。やべえ。